うございます。ポンポンマンです。本日は発表もございます。なんとですね、ドットコンが、グッドデザイン賞アワードを受賞いたしました。たったそんだけなんですけれども、2万件の応募の中から、1000件という厳しいハードルを乗り越え、ドットコンは、グッドデザイン賞、環境的なところも含めて認められることができましたので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。これ今何してるんですか？ジオラマ作り。何のですか？今回はグッドデザイン賞でね、ちょっとやりたいことがあるけ、人生で初めてジオラマ作る。何時までですか？え、あと1時間。あと1時間。いや、難しいな、これ。高いんだよ、ジオラマって、すごい。これ1ついくらぐらいなんですか？2000円とか3000円入らないし。これなんこれ。技術がいるじゃん。山の位置を間違えてる？そんな。こういうこと？今家の壁作ってます。社長出来上がってるのかな？なかったんだって。狙うは一番だね。